はい、次パワートレーニングです。で、太ももタッチしておでこまでアームカールね、すくう動作ね、すくう動作で真ん中までダッシュしていきます。で、真ん中からは犬かきなんですけど、手をしっかり伸ばした状態で、伸ばした状態で太ももタッチするとこまでね、太ももタッチするとこまで、これ包みみたいな感じのね、足をピーンってしっかり手を伸ばして、太ももタッチするところまでしっかりとかいてダッシュしていきます。はい、で向こうついたら懸垂3回ね。はい、でこれを奇数ね、これでいってます。はい、で偶数はもうゆっくり流していってます。これを 25m6 本6本いってます。はい、出るかな。はい、でこれはあのアームカール、すくう動作ね、すくうやつは全然進まへんので、キックでしっかりと進むように持っていってください。ほんで腕結構パンパンになるんで、ね、しっかりできればパンパンになるけども、ノーブレスでやるようにやっていけば、無酸素能力ってやつがついてきて、まあ、50m とかにも強くなるんで。はい、はい、はい、そうそう、太ももタッチしておでこね、太ももタッチしておでこ、はい、そう、太ももタッチしておでこね、はい、はい、はい、太ももタッチしておでこね、はい、そうそうそう、こう、この感じ、この感じね。はい、ほんで犬かきね。はい、はい、オッケー、はい、で犬かきね。はい、はい、はい、太ももタッチしておでこやね、おでこやね、おでこ、はい、でしっかりすくってあげるというのがポイントなんで、手のひらですくってあげるというのがポイントね。でこれきっちりやると、手のひらからこの前腕のところね、の水の感覚というのが結構良くなるんで、はい、 OK、